ガブリエル・カンピージョは、スペインの男子プロボクサー。元 WBA 世界ライトヘビー級王者。マドリード出身。2002年2月9日、カンピージョは地元マドリードでデビューを果たしたが、最終4回無効試合に終わり意外な形でデビューした。2005年12月3日、サンタクルスでテネリフェで、スペインライトヘビー級王者ファンネロンゴと対戦し、10回、3-0の判定勝ちを収め、王座獲得に成功した。2007年5月19日、ファンネロンゴとリマッチを行い、5回レフェリーストップで勝利を収め、スペイン王座初防衛に成功した。2007年9月13日、ウクライナ、キエフのスポーツパレスで、バチェスラフ・ウゼルコフと、WBA インターコンチネンタルライトヘビー級王座決定戦を行い、プロ初黒星となる6回小負けを喫し、王座獲得に失敗した。2008年9月20日、ドイツ、ノイブランデンブルクのヤーン・シュポルトフォールムでEBU、ヨーロッパスーパーミドル級王者カロムラトと対戦し、12回、0-2の僅差判定負けを喫し、王座獲得に失敗した。2009年3月8日、デンマーク、コッケダルのホルムガードス公連で、ヨーロッパボクシング連合EBUヨーロッパスーパーミドル、旧王者ロレンガモックと対戦し、12回3-0の判定勝ちを収め、王座獲得に成功した。2009年6月20日、アルゼンチン、サンタフェ州サンチャレスのクルブデポルティーボリベルタードで、WBA 世界ライトヘビー級王者ウゴガライと対戦。全評判は、圧倒的にガライ優位だった。試合は前半はガライペースだったが、コンディションが不調で、ペースが落ちたところでカンピージョがペースを少しずつ握り、12回2-0の判定勝ちを収め、王座獲得に成功した。2009年8月15日、カザフスタンのアスタナで、ベイブット・シュメノフと対戦し、12回2-0の判定勝ちを収め初防衛に成功した。2010年1月29日、ハードロックホテル&カジノ内ザ・ジョイントで、IBA世界ライトヘビー級王者ベイブット・シュメノフとリマッチを行い、12回1-2の判定負けを喫し2度目の防衛に失敗し王座から陥落した。2011年10月1日、ドイツのノイブランデンブルクで IBF インターコンチネンタルライトヘビー級王者カロムラトと再戦。この試合の勝者にはタボリスクラウドへの挑戦権がかかった試合だった。試合はほとんど互角のペースになり、12回1-1の判定で引き分けたため、クラウドへの挑戦権獲得に失敗した。2012年2月18日、テキサス州コーパスクリスティのアメリカンバンクセンターで、IBF 世界ライトヘビー級王者タボリスクラウドと対戦し、初回に2度ダウンを奪われ、ストップ寸前まで追い詰められた。4回に有効打で左目をカットするが、その後はカンピージョがペースを握り、強打のクラウドを空転させた。しかし12回1-2の判定負けを喫し、WBA に続く王座獲得に失敗した。2013年1月19日、コネチカット州アンカスビルのモヒガンサンカジノで、WBC 世界ライトヘビー級8位のセルゲイ・コバレフと対戦し、3回1分30秒、TKO 負けを喫した。2013年8月16日、シカゴの US セルラーフィールドでアンドルー・フォンファーラと対戦。8回終了時には2-1と、わずかにカンピージョがリードを広げていたが、9回目にボディショットをもらってダウンを奪われると、レフェリーがカウントアウトで試合を止め、9回1分37秒、逆転小負けを喫した。2014年5月9日、ラスパルマスでグランカナリアのグランカナリアアリーナで、リッキー・デニス・ポーとライトヘビー級契約10回戦を行い、7回 TKO 勝ちを収め再起に成功した。2014年8月1日、ワシントン州シェルトンのリトルクリークカジノリゾートで、NABO北米ライトヘビー級王者トーマス・ウィリアムス・ジュニアと対戦し、ウィリアムスの5回終了時棄権を申し出たため、王座獲得に成功した。2015年4月4日、カナダ、ケベックシティのコリシーペプシで WBC 世界ライトヘビー級7位のアルツール・ベテルビエフと対戦し、4回2分22秒小負けを喫した。ありがとうございます。